始まりましたね。皆さん見れてますか？見れてたらコメントくださいって言っても、これどっからコメントが見れるのかわからないな。これどっからコメントが見れるのかな。でも始まってますかね。見れてますよね、きっと。大丈夫ですね。皆さん、こんにちは。でも、私がこれのコメントをチャットっていうので見れるのかな？チャットっていうので見れるのかな？私がこれのコメントを見れなくてちょっと動揺してますけど、おはようございます。もしよかったらコメントとかリアクションとかいただけたら嬉しいです。今日は純子の部屋の上半期が始まりまして、6月あっという間に半年が経とうとしていますが、最後の YouTube を始めたいと思います。よろしくお願いします。最後の YouTube じゃない、最後のホームルームですね。もうね、ちょっと今日 YouTube だということですごい緊張してまして、いつもの純子じゃない感じですけどね。でも今日ね、朝うちの方では雨が降ってたんですけど、ちょうどライブが始まる前あたりに晴れてきて、お天気がね、お日様が差してきていい感じです。先ほどちょっとカイさんとお話しさせていただいたんですけど、話が尽きないので早速今日のスペシャルゲスト、カイさんをお招きしたいと思います。またご本人にいろいろね、プロフィールとかもお聞きしたいと思いますので、早速お呼びしたいと思います。カイさん。はい、カイさん。はい、カイさん、ありがとうございます。改めまして、おはようございます。おはようございます。早くからありがとうございます。忙しい。コメントが読めますか？私、コメントが読めてないんです。なんということでしょう。なんということでしょう。なんということでしょう。カイさんは読めてるかな？カイさんは読めてますか？僕ね、僕も読めてなかったです。今ちょっと一回消しちゃったんですけど。どうやったらコメントが読めるんだろうか。もう僕もね、ズーム、もう全然わかんない。私がね、ログアウトしちゃってるんですよね、きっとこれ。さっき設定してもらっていたから。あと私のチャンネルに入れなくなってるのかな。でもコメント見れなかったらちょっと困りますよね。もうコメント私メッセンジャーで送りますから大丈夫ですよってしのぶちゃんが。なんということでしょう、しのぶちゃん、ありがとうございます。今日ね、サポートのね、サポートの、そう、いつもサポートしてくれてるしのぶちゃんがね。うっかり純子がやらかしちゃうからね。やらかして、もう今回は完璧だと思ってたんだけど完璧じゃなかった。カイさん、ごめんなさいね。貴重な時間をいただいて、それがいつも楽しませていただいて、それが純子さんって今言おうとしましたこの前もあれ、純子の部屋の LINE で、はい、カイさんがゲストなのは1月17日ですって言って、あ、純子さん1ヶ月早く未来へ行ってしまって未来を生きてるわと思ってた。そう、すぐね、6月17日、今日ね、今日の配信デーを、はい、1ヶ月ずれて、住民さんから一斉にこう、純子さん6月って言って、ツッコミが、ね、多分分かってますね。多分もう7月17日って言われて、そうそう。で、みんな方は
ちゃんと分かってる。あのね、一番よくある純子の部屋あるある純子の部屋ある、日にちか曜日が間違えてるっていうですね、本当耐えられますよね、みんな私がしっかりしないとってね、みんなちょっと確認してくれる。そうですね。いや、今日はお招きいただきありがとうございます。こちらこそ、本当になんか純子の部屋のホームルームに甲斐さんが登場するなんて、ね、贅沢すぎて神回ですね。シャイボーイなので、ホームルームには参加できないまま外からずっとサイレント V さん、サイレントで出ましたけれども最後にこうして出られて嬉しいです。もう本当に光栄で、甲斐さんが、甲斐さんがね、今年の3月まででしたっけ、星の子クラブ。はい、僕のオンラインサロンですね。はい、甲斐さんのオンラインサロンの星の子クラブさんで、はい、すごく純子の部屋のお話をしてくださっていたそうで、定期的に話してました。その入ってくださった方が多いので、そう、住民さんたちから甲斐さんがこうおっしゃってましたよみたいなことをお聞きしていて、なんて光栄なんでしょう。いやいやいや、ね、僕がこうちゃんとこう、はい、なんてオンラインサロンっていう名目のものに入ってるのは、もうこの純子の部屋っていうものだけなので、なんとかも始まってすぐぐらいに入ってますね。甲斐さん始まってすぐぐらいに、ね、入ってくださって、しかも結構出会ってそんなに、そう、ね、その入って2020コロナが始まってすぐぐらいの時にできました。そうです、コロナが始まってすぐぐらいの時に始めたんですよね。この1年前ぐらいに出会ってますから。あ、そうだそうだ、そうそうそう。甲斐さん、今日ね、住民さんからのご質問で、純子、甲斐さんが純子さんを知ったきっかけは何ですか。あ、僕が純子さんを知ったのはだいぶ前に知ってて、それこそね、ノートルシャンブルをもう伺ったことはなかったですけれども、突然の閉店というか卒業というかでも今考えたらベストのタイミングでこうね、こうパッと飛び立たれて、そこからね、いろんな発信されてて、それは見てて、それで五十嵐ロミさんがね、はい、そうでした、会わせたい人がいるって言って連絡が来て、ちょうどロミさんのところで魔法学校をされていて、はい、させていただいてたんですよ。そうですよね、その終わりにロミさんと純子さんと僕で、今考えたらすごい3人ですけれども3人でね、ご飯食べに行ったんですよね。そうでした。私もすごい甲斐さんのお話は常々いろんなところからお聞きしてたので、で、純子さんまだ会ったことないのって結構いろんな方から言われていて、そうですか、甲斐さんのセッションすごいいいですよっていうのも皆さんからお聞きしていたことになっちゃった。そう、でも全然甲斐さんの予約取れないね。当時はね、スピリチュアルカウンセリングというか、そうそうそう、個人セッションが一番メインの仕事だったので。うん、そうでしたよね。あ、そっか、早かった。すごいお噂は金々だったんですよね。いやいや、でね、純子さんと会ったその日ご飯食べて帰って、で僕だけ多分純子さんをタクシーまで見送って、その時にタクシー乗り込む前に、甲斐さんって宇宙人ですよねって言って言われて
ちゅうこ様ですよね。あーみたいな感じ。わーみたいなね。あーみたいな感じになって、バイバーイって。会えて嬉しいみたいな。で終わったのがすごい印象的でしたけど。そうでした、懐かしい。そんな感じですね、本当に。そう、ジュウコさんはね、僕ね、会ったことあると思ったんですよね、初めて会った時に。嬉しい。初対面の感じがね、しないというか、あのよく言う。いやー、もうあれが3年前ですね。もうそんなに経つんですね。でも本当にカイさんの表現してる世界が美しくて、あ、もう振り絞ってます、もう。どこがなんかすごいいつも自然じゃないですか。あ、そうですか。うん、あ、でもめ、なんだろうな、頑張ってないわけじゃなくて、多分頑張って、あれを、特に星の子さんとかはすごいすごい量のメールとか送られて、そうなんですよね、あのすごい長文のメールがっていう噂を聞いてたから、それはすごいな。あの、僕はだから純子の部屋に入って、それで純子さんから、あの時はね、毎日メールだったんですよね。はい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 、で LINE がメインで、毎日 メールが来てっていう感じ、はい、初期はそうだったんですけど、はい、あ、これいいなと思って、あの、ちょっとあの真似させていただいていいですかって言ってメールを多分して、はい、参考にねして、僕も始めたいって言って、もうぜひぜひとか言って、ですぐあのその入って半年後ぐらいに僕もおいオンラインサロンを始めて、おいオンラインサロン、おいオンラインサロン、でも1年半でしたね。だからあの今年の3月で辞めたので、終えたので。濃厚でしたよね。でも、そうですね、もうすごい素敵だった、素敵だったって。私 V に入れてもらってないんですよ。結構うちのスタッフとか何人かも漏れたっていう。漏れた、ね、あのすごい狭き門のね、大人気のラインサロンで、でも本当に、あ、すごいエネルギーだな、さすが人間離れ。でもあのね、純子の部屋を立ち上げて、まあ、ちょうど2年ぐらいですかね、今で。はい、ちょうど2年ちょっと。それは なんでそもそも立ち上げようと思ったんですか。そもそもなんで立ち上げたかったかと言いますと、うん、コロナが始まって、うん、で結構なんだろう、世界の裏側的なこととかを私ブログとかでもちょいちょい書いてたんですけど、うん、あのディープな話したいなって思うようになったんですよね。ディープゾーンへ。ディープな話したいなと思ってて、うん、でも誰もが見たいわけじゃないじゃないですか。あの公の場所って誰もが見たいわけじゃないから、お金を払ってまでオンラインサロンに入ってくれる方は、まあまあディープなこと言っちゃっても大丈夫なんじゃないかと思って、あの有料のオンラインサロンにしようっていうのが実はきっかけだったんですよね。で、あの、あとサイマティクスセラピーっていう、ね、音響振動療法を始めて、まあすごいんですよね。もうその話もしたいんですけど、それで結構いろんな人が、あの定期的に受けてくれてる方たちがすごい変化を報告してくれていたので、あ、じゃあもうこの純子のディープな話を聞かされる代償にヒーリングが毎月受けれますよみたいなのをあのやれたらいいなっていうのがきっかけだったんですよね。あれ多分いつの間にか本当に結構みんなあの目覚めてくれちゃう感じだった
ので、そんなのがやりたいなっていうのがきっかけでしたよね。今はほとんどジャパネット純子の部屋みたいな感じいやいや、でも今もね、ディープな、なんでそれ知ってるのっていうようなこととかこれはあのシェアして大丈夫かなっていうような YouTube のあのチャンネルとかにねあのもちろんすっごいあのためになるものもあるし、もう本当に気づきがねいっぱいで、あのでも確かに1年目、あの初めて半年目ぐらいまでは、あのかなりディープでしたね、なんか内容が。あの純子の過去のこともあのいろいろ書いてたんです。そうでしたね。そうそう、いろんなこと書いてました、ね、いろんなこと書いてて楽しかった。はっぱだかな感じだった。でも今結構オンラインサロンってポコ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 出てきてると思うんですけど、はい、あの時は、まあ、コロナちゃんになり始めてすぐの頃はオンラインサロンって言ったらもうね、ホリエモンぐらいしか知らない。ホリエモンとキングコング西野が、あのなんていうのかな、なんかね、新しいと思ったんですよ。あの今まであったのに、はい、こういうこうセンスが良くて、ファッションとかアートとかそういうのもすごい好きな方で、で割と自分たちともホリエモンとかキングコング西野って言ったらもうすごいちょっとこうぶっ飛んでるというか、でもあの純子さんも十分ぶっ飛んでるんだけど、なんかこう目線が近い人というか、この好きなものが似てる人がそういうオンラインサロンを開くっていうのがありそうでないと思って。そっか、そうなんですよ。なるほど。しかもオンラインサロン、あ、ビジネス系ではね、そう確かにありますけど、確かにそういう感じじゃないですもん。その純子さんの個人でふと感じてることとか、それもこう スピリチュアルとかそういう限定でもなくって、なんかこうそれがねすごい新しい感じがしたんですよ、入った時に。そうなんですね。実はでも私も他のオンラインサロンに入ったことがほぼなかったので、オンラインサロンの定義もいまいちよく分かった。それが良かったんですよ。それが良かったんだと思いますよ。もう全部参考にさせていただきました。あ、すごい光栄です。でも本当にすごい嬉しくて、純子さん、僕も純子の部屋みたいなオンラインサロンやりたいって加谷さんが言ってくれた時に、と思って、もう私の中ではみんな大丈夫、ついてこれてる。あの、そうですね、言い切れしながらついていってましたけど、あのでもすごいあのそう参考にさせてもらいました。すごいありがとうございます。本当にすごい光栄でした。あのコメントはどうですか。コメントは、あ、コメントをしのぶちゃんがせっせと、あ、すごい、みんな、あ、見てくださってます。あ、みんな見てくださってるんですね。もうあの、あ、すごい嬉しい。ちょっとこれを、あ、福山ひろこちゃん見れてますとか、見れてます、純子ちゃん美しい、ありがとう。あ、福田かなえちゃんっていうね、子育てカウンセラーのお友達ができてます。わーい、久々の部長もお美しい。おせ星の子ぶりの海さん、嬉しいですっていうコメントをいただいてます。星の子の皆さんね、あのたくさんメッセージいただいて、あの仕事でなんかライブで見れないからアーカイブ楽しみにしてますっていうお話もね、たくさん LINE いただいてました。今はしのぶさんがあのメッセンジャーで送ってくださってるんですか。そうなの。すごいシステム、ありがとうございます。
本当にしのぶちゃんありがたい、あの紙なんですよ。もう純子はできないことが多すぎて、たくさん守護天使が、リアル守護天使が。いやでもね、あの僕はね、純子の部屋をね2年こう居座り続けてね、すごい感じるのはね、あのできないことをできないというと必ず助けが入るんだなっていうのがね。あのできる人が必ず、いやみんなね、できないことをできないって言えないし言わないんですよ。そうなんですね。それを私なんかセミナーとかするようになって知りました、うん、そうなんですよ。だからできないのをできないってこう言うと戻ってあげてできない。いやでも本当にね、なんかあのね、純子の部屋で LINE の中でも書いてたことあったんですけど、やっぱり自分がね、あのやれないっていうことは誰かがやれる、うん、そのね、だからそれでこううまく全部いくってね。うん、そうなんですよね。それが本当に私、あの星読みをね、あのカプエリちゃんに習わせてもらって、そこでも本当にそれを改めて、私たちはね12天体持ってきてるけど、やっぱりわざと、あのもともと一つの存在でね、お空にいたのがわざと減らして、自分のやることをやりに、自分の必要な道具だけを持ってきているから、それがね天体とか星座に現れているんだけど、もともと一つだったのがつながるためにわざと減らしてきてるんですよねっていうのを聞いて、あ本当にそうだなって、もともと一つだったね、一つに私たちは戻りたいから、つながりたいし、あの減らしてきてるから、あの欠けてて完璧なんだよっていうことも星読みで習って、一つに戻ろうとしてる私たちは、あのね、もともと一つの存在だったのが分離して地球に来てるじゃないですか、うん、で分離してきてるのは、私はこれをやりたいって言って、私はこっちをやるよっていうのを決めてきているから、うん、あの自分がやりたいことをやることで自分の役目が果たせるし、うん、あのみんなとつながるためにわざと減らしてね来ているから、それをできないっていうことで、あのできる人たちが集まってくれるっていうねことになってるんだなっていうのを、だから本当になんかみんなのホロスコープを見せていただくようになって、なおさらあなたはこれをやりに来たのねとか、 あなたはこれはやりたくないからこっちを担当しに来たのねっていうのがますます分かるようになって、いや全て完璧なんだな、だから本当に欠けてて完璧なんだよっていうのをね、エリちゃんがよく言ってくれてたんだけど、まさにそうですねと思って、だからね、ほんと甲斐さんとつながれたのもすごく嬉しくって、甲斐さんがあの猫のフロートパイ、あーそう、これもね星の子さんから純子の家の住民になってくれたから買ってきましたよってすぐ送ってくれて、そうこれを読ませていただいた時も、ああなんか甲斐さんは本当にこういう言葉にして言語化して伝えるっていう才能がものすごいなって、ありがとうございます、小説のようでいて、いつの間にか本当に自分が身につけてきた不必要なものをこうクリアリングしてくれるというかね、削ぎ落としていくような技を、あのすごいさらっかもしれない、嬉しいです。なんか去年の9月の初めぐらいですかね、あの、うん、あの純子さんね、ホロスコープのセッションもされてて、それであれは初めてが僕、そう、あの初めての第1回目のモニターが甲斐さん、もうなんかしかもさ習ってばっかりで、あでもこう道に行ってたというか、もうすごいベテランさんに見ていただいてるような安心感と、
やそれでその時もあの言葉で伝達とかそういうのがやっぱりすごい向いてるとか、うん、言ってくださって、そうなんですよ、そこが本当に長けているから、あの同じ魚座でしたよね確か。そうなんですよ、同じ魚座なんですよね。そう、太陽は同じ魚座なんだけど、私ちょっと今カイさんのねチャート出してないから全く覚えてないんですけど、カイさんはあの言語化にすごい長けてるホロスコープだったんですよね。で普通魚座の人って漠然としちゃうんだけど、いや漠然としてるんですけどね僕も。でもすごいですよね。でもなんか漠然としたものを言語化するのはすごい得意なのかもしれないです、ね、うん、そうですね、目に見えないものを言語化するのはすごい得意、多分そういうあれなんだと思うんですよね、うん、目に見えているものを正確に言葉にしたりするのが逆に難しいんですよね。あ、なるほど。でもだからあれですよね、目に見えるものを絵にしてくれるパートナーとかがねいらっしゃったり。なるほど、もう絵が上手というか、もうねすごいプロ並みで素晴らしいので。すごいですよね、本当に上手なんですよね。本当、萱さんと串間さんのバランスもすごいなと思って。いやもうそれこそね、できないものを全部補ってくれている。でもね、多分お互いにそうなんですよねきっと。賭けを埋めるパートナーというか、それが何倍にもなるっていうね。いやーねー、うまいことできてるわと思って。でもさっきおっしゃってたその完璧っていうのは、はい、みんなこうね、僕もよく、あ、こう自分は完璧、私は完璧なんだっていうといいですよみたいなことを言ったりするけど、そのみんなの中の完璧っていうのは完璧なんですよ、こう多分。あ、完璧にできるとか、完璧にできているとか、全て完璧に揃っているとか、なんか多分ね、完璧ってそういうことを思い描きながら言ってるんですよね。だけどさっきのねお話だと、欠けていて、うん、これで完璧っていうと本当に完璧な世界になるんですよねきっと、うんうん、自分が完璧、その自分がで完成されている状態になったら、実は世界が欠けるというか、なんか、うん、ね、他の人の前でこうね、そうやることになって、でもうまくできないから、ああ私何もできないみたいになっちゃいますもんね。そうなんですよね、担当がありますからね。ああ、純子さんはちなみにご自分で何担当だと思われますか？私ね、最近分かってきたんですけど。しかも最近ですか？最近ほら結構セミナーとかやってるじゃないですか、はいはい、で結構みんないろいろ素敵な感想をいただくんですけど、うんうん、一番多いのが、あのできないままでいいっていうのを純子さんが見せてくれたことって言われるの。できないまま担当。なんか褒められてるのかディスられてるのか分かんないみたいな。あ、でもそれはね本当に2年そのあのさっきも言いましたけど、すごいね癒しだったんですよやっぱり、うん、でもそれを見せることが私の役割なんだなって。もう3歳児キャラ3歳。あ、これ楽しいとか、あ、これおいしいとか、これめちゃめちゃいいよとか、もうほんと3歳児キャラなんだわと思って。あ、でもあのなんかそのメールとかそういうこうなんていうのかな、こう いわゆるこうまあこう生きるこう術を伝えたりとか、楽になる方法を伝えたりとか、なんかそういうのをこう見たり聞いたり受け取ったりするときって、なんかねこう、なんていうのかな、
純粋なその情報だけじゃない何かが入ってるというか、うん、のが多い気がするんですけど、純子さんはものすごい純粋性が高い情報というか、うん、要はさっき言ったようなこれいいのって終わってるというかすごいよかったのっていうその思いだけで言ってるから、こうなんていうのかな、なんかあの要は重さがないというかあのといって軽くはないんですけど、その、うん、なんか付着してるものが何もない感じがいつもするんですよね、言葉に。嬉しいな、だそれはね、本当にやっぱりみんなあのなんていうのかな、よく思われたいとか、うん、なんかもっと言うと、例えばオンラインサロンとかをやってると、こうもっとこうなんていうのかな、うん、愛が愛情に変わって、もっともっとこうなんていうのかな、なんかすごくこう、必要のない自分の思いまで入れちゃうというか、でもそれがねいい意味であんまりなくて、それがすごくこう毎日軽く、いい意味で軽く受け取れて、それもいいんですよね、純子さんの発信は。なんか私、うん、自己中なんですよねだからあのなんだろうな、多分こういういわゆる自己啓発とかをされている方だと、うん、クライアントさんのことを考えて発信をするじゃないですか、うんうん、でも私はそこを考えてないから私がそれがいいんですよね、と思うものを発信するだけだから、多分重くなりようがないいやだから受け取る側はそれが心地いいんですよね。なんか多分波動の法則でそういう人しか集まらないからですよね。はいはい、うん、多分そのそれが辛くなる人は多分入れない部屋、だから私も心地いいし、楽しんでくれる人たちがいてくれるので、だからみんないつの間にか悩めなくなるみたいなんです。私が乗ってきたから分かる、なんかそんな大したことじゃなかったかもっていう気持ちになってくるみたいな。いやでもあのサイマティクスも影響がありますよね、うん、なんかずっとあれすごいですよね。あれはすごいですよね。あのまあ純子さんね、さっきおっしゃったけどさ、1ヶ月に1回サイマティクスセラピーっていうのを流してくださってるんですけど、あれは音なんですよね、音。音なんです。音と周波数と振動を流してるんですけど、それが今もね、1200種類ぐらいの音が。はい、あのメンタルとか体の部位とかいろいろ、あの色とかいろんなものがあるんですけどね、だからその例えばまあ、簡単に言うと、例えば腰痛とか、なんかそういう時は腰痛に、はい、こういわゆる周波数を合わせた音がだーっと流れていって、あの全ての部位に、体の全ての部位に音があるんですね、はいはい、私たちは全て地球上に存在しているもの全てに音と周波数が、ね、うん、振動しているので、その胃だったらあの健康な胃の状態の音っていうのがあるらしいよね、それを再現しているので、うん、人間のこの体内の水がね、ほとんどなので、水を通じてその音が振動として伝わると、胃が健康な状態の胃の形に戻っていく、うん、だからあの幸福感とか、あの自信とか希望とか愛とか光とか、いろんな音があるんですけど、その周波数をあの送ることで、その状態に自分が戻っていくっていうね、その戻るっていうのがいいなと思ったんですよね。全てを本来に戻すっていう音なので、でも全てがやっぱり
あの何をかけてもその作ったマナーズ博士っていうね、イギリスの博士がやっぱり薬漬けとか切ったり貼ったりする医療じゃなくって、あのもっと負担のないもので体を治したいっていう、あの医療として考えたものなので、どの音を流してもやっぱり愛なんですよね、うん、マナーズ博士がサイマティクスは愛なんだっていう話をされていて、うん、だから何を流してもいつの間にかみんな本来に戻っちゃう感じが、あのコントロールじゃなくていいなと思ったんですよ ね、 いいですね。もう古代医療ですよね、本当。そうですね、うん、でも本当古代人はやってましたよね、音で、うん、あと宇宙の医療もそうなんだろうなっていう。でも本当それもね、甲斐さんが本当に早々に受けてくださって、うん、あのご感想をくださったのもすごい励みになったっていうか、あ、ね、なんですよね、一番初めの時に衝撃的だったので、あれのおかげで、あ、なんか純子さんこれはもうなんて宇宙のエネルギーと一緒ですよね、うん、みたいなコメントくださって、うんうんうん、これはどんなに距離が離れてても、うん、距離とか人数とか全く関係ないですねって言ってくださって、そうなんだと思って、うん、関係ないって感じが、それ甲斐さんが言ってくださったおかげでどんどん人数増やして、うん、1000人までいけるかなとか、うん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 、ね、そう今のところ1000人までとかしか、あ、でもたまにほら世界中にとか日本にとかね、勝手に送ったりはしてるので。勝手に送ってるんですか、すごいしてるんだ今でしょっていう時とかにね、すごいわ。それはちょっとあの感想とか聞けてないからあれだけど、うん、でも甲斐さんのおかげで本当に人数をどんどん増やせたというか、皆さんからのこうご感想で、あ、この人数でもいけるんだみたいなそれでね、あの年に2回とか無料ヒーリングしたりしてるんですけど、本当、うん、甲斐さんのおかげで気づけることすごい多いです。あ、本当ですか、うん、なんかしかもなんか始めたぐらいの時に必ずなんか、そうそう、トップバッターで、トップバッターで拾ってくれる。そうなんかね、守護天使なの。いや、あのだから嗅覚がそういうの早いんですよ、あ、やろうとか言うのがすごい早いすごい、なんかカレンさん私の守護天使なのかなってあ、もうちょいちょい定期的に思います、本当に。いや、でもサイマティクスだから、それが1ヶ月に1回ずっと、まあね、満月ヒーリングと新月ヒーリングと両方受けてる時も多いんですけど、はいはい、なんかあの、いや、もう純子の部屋に入る前と今では、まあもう文字通りもう別人です。もっと、うん、もっと頑張ってました。あー、そっか、もっと頑張ってたのが、あの、うん、今は仕事がゼロになっても何しても何の不安もないんですよね、うん、なんかだって甲斐さん本当にお金に困らない星を持っているし、ね、あの、いや、まあでも困ってた時期もあるような気もするんですけど、でもなんか、あ、思い込みだったんだろうなと思って、今考えるとずっと困ってはないですよね、うん、そう、甲斐さんは本当に素晴らしいお星様を持ってるなと思って見てました。 でもそんな、ね、楽になったって思っていただけて嬉しいな、うん、嬉しい。じゃあ、楽になりました。あ、コメント来てますか。はい、コメント来てました。そうそう、甲斐さんね、あの甲斐さんの彗星が気になるっていうね、コメントを頂戴したので、甲斐さんね、彗星があの言語とか言葉とかコミュニケーションを司っている星なので、甲斐さん彗星がね、今それでチャートをね慌てて出してみましたよありがとうございます。
水星水亀座1ハウスなんですよ。でもね、あの冥王星と土星があの9ハウスでコンジャクション、あの、してるんですけど、それとトラインをと、トラインっていうね、調和の取れた角度を取っていて、すごい、だから本当にあの冥王星とかがこう拡大してくれて、土星とかがね、あのちゃんと着地させてくれるんですよね、定着させて。でそれとドラゴンヘッドとかがね、グランドトラインを水星、冥王星、ドラゴンヘッドとかがグランドトラインを取ってて、カイさんのチャート本当綺麗なんですよね。で2ハウスにね、2ハウスに火星金星も結構近い位置でいて、太陽も2ハウスなので。2ハウスってテーマ何でしたっけ？2ハウスって私のものの部屋で、あの自分で稼ぐお金とかを表すのも2ハウスなんですけど、ここにね金星と火星があります。あるんですよ。太陽も、太陽もある、あるんですよ。そしたらもう稼げますか？いや、かなり稼げますそうだって、そのさ、コンジャクションしてるこの火星と水星が木星とあの天王星、アイさん結構天王星のイメージで、あのいて座にもねたくさんお星様があって、はいはい、月星座いて座、いて座です。そう、月星座いて座で、しかも木星と天王星と海王星もいて座なんですよ。夢見る星、海王星。へえ。で、天王星もあのいて座なんですね。へえ。いて座祭りなんです、海さん。いて座祭りですか、僕。そう、いて座祭りで、しかもその木星と天王星いて座は10ハウスで、社会的達成のハウス。はい、に入ってるんですね、木星と天王星が、はい、で天王星って改革の星じゃないですか、はいはい、だからやっぱり新しい未来を作るとか、新しい地球を作る方なんだなっていうのが、はい、でその隣にあの木星とあの近い位置で11ハウスに移ってるんですけど、月と海王星がこう入ってるので、11ハウスもね天王星のハウスじゃないですか、司ってる、はいはい、やっぱり未来的なというか、はい、あと志の同じくする仲間とつながって新しいこう未来を作っていくみたいな改革、天王星のハウスにお月様と夢見る星海王星が、あらなんかすごく美しい未来を描ける方だな、嬉しい。いや、もう稼げるって聞いたのが一番、あの今日一番のハイライト。でも前に個人セッションでなんかそんな話をした時に、そうですね、いや確かに困らないんですよねっていう話をさ、確かにね困らないんですよね。あの実際にはね、うん、仕事が一気になくなったとかそういうのいっぱいあるんですけど、今もねもう言ったら無職なんですけど、うんうん、あ、分泌業のために全部やめてるから、ね、全部やめてるから、もうずっと無職なんですけど、ね、うん、なんかね不安がないっていうのがね、うん、そうですよね、不安はありました、一応ありましたけど、うん、あのだからその不安がないっていうのは結構ね純子の部屋の影響が大きいんじゃないかと思うんですよ。あ、それはすごい嬉しい。すごい。でもあの一番今回ね募集して住民さん継続してくださる方に動機みたいな、うん、継続の動機みたいなの書いていただいて、一番多いのがやっぱり不安がなくなったっていうのが多くて、それはすごい嬉しいなと思う、うん、ね、うん、愛さんは稼ごうと思えばいくらでも稼げるけど、時間作るためにリセットしただけですからね。そうです、自ら。そうですね。そうで本書いてるんですもんね。そうなんです、本今書いてますね。
すごい。コツと。すごい楽しみです。私もね、今朝慌てて、あのノート、あノートね、ブログ、はい、この前やり始めた。あのこの間始められた連載のハーブの、あハーブのレクチュール、そうですね、あの昔やってたハーブのレクチュールっていうテキストがパソコンの中に眠り続けてるので、うん、それをもうどうにかしようと思って、うん、もうあのノートで販売を始めたんですけど、すごい朝から癒されました。あ、本当ですか。ありがとうございます。さやさんのね、ホームページから、あとで今ちょっと間に合わなくて概要欄に入れてもらったですけど、さや、はい、さんのホームページとか、そういうもののリンクもね、はい、後で貼らせていただくので、はい、ありがとうございます。ラベンダーについてね、第1話。そうですね、1回目はラベンダーについてで、もうすぐ2回目、出そうかなと思ってるんですけど、素敵。こうね、うん、他にもなんかいろいろまだあの来年ぐらいに、来年初めぐらいかなに出そうなので、本が、あのでもそれもね、純子さんのそのさっきのホロスコープで、あのその時はまだ全然そういうイメージなかったんですけど、9月の最初の時点で、うん、甲斐さん本ですよとか言って言われて、本を多分すごい書いて行った方がいいし、行くと思うみたいな、もうすぐ話が来ると思うみたいな感じで、それも言われたんですよ、その時に。おー。そしたらね、その2週間後に出版社の方が、めっちゃ早かったね。すぐに、ジュウコさんの通りになりましたって言って、すぐ LINE くれて、いや、すぐ来ると思ってたけど、そこまでだとは。そう。みたいな。そう、早い。もう純子さんはあれですね、過去生でやってましたね、あのホロスコープとか、もうそのだからどうにいってるというか、もうあのすごくこう、あ、なんかベテランさんに見てもらってる感がすごいありました。そうですか。もうかなりお素人でまだ勉強中だったんですけど、でもやっぱりすごい、あの昔からやってたんだなっていうのを感じました。子供の頃から大好きだったんですよね、星占い。だからなんかやっと飽きない趣味を見つけたなって感じ、うん、すごいこうその人に合っているものって、うん、なんかそのあのなんていうのかな、見つけたというよりも、うん、僕はなんか思い出したっていう感じがすごいあって、うん、だからそのいつかのどこかの魂がどこかでやってたことを思い出したからすぐやれるというか、うん、そういうこと入ってくる、そういうことですよね。そうだから多分いつまでも入ってこないのは、うん、あのまあその人が本当に初めてやってなのかなとか思うけど、やっぱり過去のね、どこかでやってることって一瞬でこう、うん、なんていうのかな、ダウンロードされるというか、だからそれをねこう感じましたね、すごい。そういうことですね。だから私フーチとかもすぐにハマったんだわ。あのダウジング、あのペンデュラムみたいな、うん、もうあれって本当に魔法グッズじゃないですか。昔やってたからなんだなって。でもなんかすごく最近思うのは、みんな今生まれてきてる人たちって、その今のこの令和のこの時代、この、うん、時代の境目に生まれてきてる人たちって、僕はなんかあの今までの自分の集大成として生まれてきてると思ってて、だからそので今のこの今みんな生きているこの人生で全部今までやってきた集大成をこの世界に表現しきって、でもう完全に本当にアセンションした地球になっていくんだろうなと思ってて、なんか今までのこのね、何千年とかけてやってきたこう、あのもう努力しかないこの今までの地球でやってきたのを全部ここで昇華させていくというか、
まさに、うん、なんか何でもできて当たり前だと思うんですよね、人って今生きてる人って本当そうですね。うん、なんか純子さん見てるとすごいそれをもう何でもできるじゃないですか。何でもできるあのある意味ではねそう、なんかでもそれは何でもできるんじゃなくって、うん、もう今までやってきたことをただ出しているだけというか、うん、ダウンロードして時期が来たらまた次のダウンロードがあって、あ、なるほど、フォルダーに入ってるからですね。そうそうそう、だからそれを多分みんな忘れてる。そうだから本当思い出すだけでいい、思い出すだけでいいのに、ね、それは私も本当にすごい常日頃からそう思うわ。うん、もう知ってるんだよね。そう、思い出すからわーってなるんだなと。思考のなんていう、思考の檻みたいなものがなんかすごいあって、それさえボソッと抜けたら多分もうこうすごいすごいみんな何でもできるというか、今までねものすごい体験をしてきてるから、うん、そうなんですよね。ついつい思考を使っちゃうからエゴにとらわれちゃうけど、うん、そこをねスポッて抜くと本当にあのスパンスパンってハイヤーセルフとつながって、やるべきことだけやれるようになるんですよね。うん、つい遠回りしちゃうのね、そう、あの人間的思考で。だから今までは一つの人生で一つの職業を極めて、で死んでまた生まれ変わって一つを極めてが、うん、今私たちが生まれてきてるのってもうその時代を経てきてるから、うん、一つの職業に絞ろうとする方がすっごいしんどくなる気がしてて、うん、なんかすごい多様性って言われてるけど、あの自分も多様になっていることにみんな気づいてないというか、本当そうですね。そうだからなんかもっとそれがねこう自分の可能性を自分で、なんていうのか、私は私の役目って何ですかってみんな一つと思ってるし、あ、そうだよね、あの飽きっぽいことをダメだって思ってる方が多いんだなと思いました。そうなんですよね。うん、一つと思ってるみんな、うん、そうですね。うん、そんなの言ったら僕なんてもうなんかやりっぱなしのやつがいっぱいあるから私もやりっぱなし、そしてでも全部やってきたのが積み重なっての今なんですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。だからまたやりたいタイミングでまた出てくるみたいなね。だからなんかすごい今のメディア見てても、うん、あのすごく未来を生きてるなって思う感じる人って、うん、マルチすっごい何やってる人なのかよく分かる。例えばのんちゃんとかこう女優さんだけど、うん、あのアマちゃん出てたね、あの、うん、のんちゃんとかあの女優さんだけど映画撮ったり音楽したりバンド組んだり、うん、絵描いたりとか、なんか彼女も多分ダウンロードしてるんだろうなと思って、なんかそんな風にこう、なんかみんなそうやって何でもできる、うん、芸能界の方も自由な方が増えましたよね。そう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 、前はなんか復職しちゃいけないみたいな雰囲気がね、うん、ありましたけど、うん、なんかその道を極めるのがいいみたいにみんな思ってたけど、うんうん、もうなんかその時代はもうとうに終わってるなって僕は思ってるんですよね。あ、確かに、うん、そのかっこよさもありますけどね、もちろん、うん、今の時代にそれをやるかっこよさもあるけど、うん、かなり特殊、そっちの方が特殊な生き方になるというか、うん、そうですね。でも本当にいろんな、なんだろう、切り口があると楽しいし楽ですよね。そうですよね。みんな一つに集中して頑張ってお仕事しなきゃと思うから、それがダメになった時に収入が途絶えたりもするし、うん、そうそうそう、自分の価値観が分からなくなったりもするし、そう
でもちょいちょいいろんなことやってるとそうですもう、うん、いろいろかじったまんまを言ってるから僕どうなっても生き延びれるようにそうそうそう何やっても食べていけるみたいな何やっても生きていけるようにねそうでもカイさんのマルチ具合も本当すごいですよね今ねもうねどんどんマルチですね本当にでもアーティストとしてのね活動も本当に素敵だしね、表現をしてたからうん、あにドローイングプレゼントしてくださったじゃないですか。あれ本当に宇宙のエネルギーがすごくてなんか実際に手に取るのとネット上で見るのとではやっぱりエネルギーがねすごい違うなと思いました。僕のドローイングはそれこそサイマティクスセラピーみたいなイメージで、うん、調和した音のこう揺れをそのままこう紙に転写するようなまさに音なんですよね。なんか本当にお守りだったアミュレット。ね、なんか今度作品集を今作られてるところ、ね、ちょっといろいろデザイナーの方とも2年ぐらいやり取りして2年すごいセルフパブリッシングなんですけどそれでもう夏ぐらいには出せるかなっていう感じで、どんな感じですか？なんかねちょっと今これは全然サンプルなんですけどなんかこういうものがファイルに入ってるっていうものを今デザイナーさんとちょっと作っててなんていうタイトルでした？アース、ね、アースオンザスカイ空の上の地球っていう素敵そう空の上に地球があるお話がいっぱいあるんですけど楽しみそうそうでもこれにもいろいろねサイマティクス的な調和の音をいっぱい詰め込んで、本当に必要な人だけに届くような感じで限定とかなんですか？その限定なんですよ。それはチェックしなければならない。限定で今作ってて何冊？300すぐなくなりそうまだでもいつ発売とか決まってないんですよね。そうなんですよ。今ちょっとそう印刷を今からみたいな感じなのでこれからですね。楽しみ楽しみ。はい、あとはいはいどうぞ。純子の部屋はいつから次なんですか？7月1日から下半期、はいがスタートするので30日まで、うん、募集しています。じゃあ今月の、うん、2022年の6月30日まではいまで募集して7月1日から新しいお部屋に全員引っ越しして全員引っ越しですねあれめんどくさいですよね。いちいち全員1回出されるっていう部屋、でも全然楽しいですけど本当すいません。なんかこう気分が一新されていいですよね。半年更新でいいですよね。なんか一回見直す機会を作りたいなっていうのを、なんかこう入れ替わってね、メンバーも入れ替わるのもいいし、だからもう6月30日を超えるともうまた半年そうそう入れないもうぜひこの機会に入っていただきたいですね。そうですね。この機会に入っていただきたいですね。新しい方にも入っていただきたいし、なんか本当家族みたいな、結構ね長く入ってくれてる方とか、今ホームルーム今日のねホームルームもそうだけど、こうやってなんだろう、皆さんと交流させていただくと、その変化もわかるから。家族みたいな気持ちになってきますよね。だからなんか僕とかはホームルーム一回も参加せずの本当にサイレント住人なんですけども、そういう感じでもね、なんか全然居心地が悪くない、自由にできるサロンっていうのがすごいいいですよね。
そう、結構サイレントな方多いけど、たまに LINE をくれて、はい、用とか教えてくれたり質問してくれたり、純子さんに直接 LINE を送れるっていうのもすごいですよね。なんかすごいびっ返事をしたら最初すごいびっくりされました。返事がもらえるんですねって言って、純子忙しい時返事できないけど。あ、すごい、いや、ぜひ入ってほしいなと。必要な方ね、あの本当に純子さんの言葉、サイマティクスとかね、あと情報とかもすごい必要な方もね、これから多いと思うし、なんか僕はここからちょっとまたね、なんかあのこうなんていうのかな、気持ちがこう、大丈夫なのって思うようなことが起きたりもするかもしれないんだけど、でも全部こう光に転化するあのために起きていることっていうのは、やっぱりニュースとかを見てるとわからないから、そうですね、違う視点からぶっこんでくれるあの何かがあったりとか、あとサイマティクスと一緒で不安になるエネルギーではなく、調和的な言葉とか調和的なエネルギーでずっとあのなんて LINE の向こうでいてくれる人がいるっていうだけで何かが届く気がするんですよね。だからなんかね、その何かの一つのあれね、こうきっかけとして何かあったらいいなと思いますけど、ありがとうございます。なんかこんなことしてほしいとかありますか、純子の部屋で。純子の部屋でですか、そうですね、純子さんのあの過去話とかも面白かったからまた暴露話的な暴露話ね、面白いですよ、やっぱりなんか人が見えるから、よりそっか、じゃあそういうのぜひしてほしいですね。なんかね、自分だとわからないけど、着々と年重ねてあっという間に52歳とかになってるから、なんだ、この話とかしてるとなんか年齢を超えてる、昔は良かったなを語り出すおばさんみたいになっちゃうかなと思って。いやいやいや、そんなことない、なんか昔のことも聞きたいし、いろいろね、いろいろありましたね。じゃあちょいちょい書いていこうかな。なんか途中でしかも終わるしね。そうそう、また続きは今度とか言ってね、続き今度って言いながら違うことにまたハマり出すみたいな。いやいや、それがいいですよね、話ような感じで。いや、だからまたなんかいろいろ純子さんのことも話してください、これからまた。はい、ありがとうございます。あっという間に12時になっちゃって、ね、今回さんとはどうですか今、服部美玲さんの講座、あ、そうそうそう、されてるんですよね。されるそう、これからするんですけど、6月から、そうなんです、ちょうど来週の金曜日、6月24日からスタート、ね、ちょうど1週間後ですね。そうなんですよ、6月24日からスタートで、申し込みが、はい、6月の22日まで、夏至の次の日まで申し込みができるんですけど、すごい、まだ間に合う。6、7、8の3ヶ月間で1回ずつの、講座なんですけど、はい、チャクラのことについて、特にあの第二チャクラっていう、はい、女性は子宮にある、はい、あのチャクラなんですけど、はい、ここがみんなすごくこう閉じていたり、こう傷ついていたりする方が多くて、なんかそれをこう改善していくことで、あのすごいこう自分のパートナーシップの問題であるとか、あとは自分をこう自分で自分のことがよくわからない人であるとか、なんかそういったことが第二チャクラをケアしていくことですごく癒されるよっていう話を、あのさっきの今までのノリで私がベラベラとお話ししてくれるんですね。そういう講座なので、あのよかったらね、ぜひあの 3ヶ月間、あのズームなんですけど、
あのアーカイブが1週間見られるので、あの、あ、じゃあリアルで参加できない方も、リアルで参加できない方もぜひぜひっていう感じなので、好きな時に、あのぜひ、そう、気になる方 は、ね、はちょっと私も参加したいので申し込みしよう。嬉しい。あのホームページの、はい、なんかホームページのスケジュールっていうスケジュールから、はい、申し込みが書いてあるんですね、はい、あとじゃあ後でこの概要欄にも、はい、あの書いておくようにしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しみ。楽しみだな。今年盛りだくさんですね。海さんいろいろ出版とか。そうですね。なんかもうなんか目まぐるしくて、毎日がなんか。忙しそう。なんかもう、わーって、あっという間に半月、あ、半年過ぎました、今年。うん、でも早いですよね、今年。ほんとね、今年はね、早すぎる。早すぎますよ。あれみたいな、もう本当に。なんか本当に今1日24時間あるのかな。そうです。なんかもうそろそろしいたけさんのあの、下半期占いをチェックしないと。出ますね。この前上半期見たばっかりやのにと思って、もう。上半期もまだちゃんと読めてないのに。そうですか。いやー、だから。でもあれ、あの、おさらいで見るのもすごい。そうそうそう、いいですよね。ね、うん、僕も大好き。ね、しいたけさんもおさらいで見てもらって、感想もらえる方がより嬉しいって言ってました。あ、本当ですか。うん、やっぱり起きる前じゃないですか。そうですね。起きる前に分かるって言われても、みたいな。あのね、あの一緒にイベントなさったりとかねされてましたもんね。現在でね、お話し会を何回か私のお店でもしていただいたりして、椎茸さんは本当にあの文章のままのナチュラルな方で、いつかお会いしてみたいです本当。ね、私も全然お会いできていませんけれど、本当に素敵な方で、あのすごいなと思いますね。みんなね、本当すごい方がどんどんやっぱり出てきてますね。いろいろ面白い方がどんどん。でも海さんのファンも世界中にいらっしゃるから。もうありがたいです。こんなね、すっとこどっこいをこうやってこう応援してくださるのは本当にありがたいです。すっとこどっこいじゃないです。すっとこどっこい。海さんのセンスと世界観が本当に美しいから、そしていつもあんなに美味しいもの食べてるんですか。あ、そうですね、美味しいものはもうね、あの食べてます本当に。なんかそういう会も催していただきたい。あ、ね、本当にありがとうございます。なんか今日はたくさんコメントをあのくださってたのかね。海部長純子さん、ラブですっていうコメントありがとうございます。いただきました。静香さん、ありがとうございます。ね、また皆さん、アーカイブで見て、リアクションしてくれたら嬉しいな。はい、アーカイブで見てくださった方も、ぜひコメント。そうですね、アーカイブでも、またコメント、感想いただけると嬉しいな。ね、私本当にあの今日はさすがに何か準備をしようと思ってたけど、やっぱり何も準備できないまま挑んでしまった。ちょっとすいません。あ、僕もですよと書いて僕も 何もこう直感 で出るに任せて喋りました。でも久しぶりに海さんとお話できて、はい、もう嬉しかったです。でも嬉しかったです。ありがとうございます。これからも引き続きよろしくお願いします。はい、もうこちらこそよろしくお願い。また半年間ね、僕はもうすでに申し込み済みなので。そうそうに、ね、ありがとうございます。海、はい、さんの発信も楽しみにしています。いや、僕もです。ちょっとね、第二チャクラ私も整えたいと思います。ありがとうございます。しのぶちゃんが何かコメント、またしのぶちゃんもありがとうございました。コメントありがとうございました。しのぶさんも。ありがとう、見てくださった方もね、ありがとうございます。ね、リアルで見てくださった方たちもありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあ、この部屋でお待ちしてます。
会さんもまたお会いリアルでお会いできるときにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ失礼します。さようなら。さようなら。これ普通に退出していいんですかね。これね、多分しのぶちゃんが YouTube の方を切ってくれると思うので、じゃあしのぶちゃん YouTube の方を終了してください。そしてもう油断して YouTube の方もチェックしてなかったという私。もうこのアバアバ感がね、純子だな。